はい、おはようございます。英検です。いつも英検 TV を見ていただきありがとうございます。前回の、動画に続いて、また、飯坂温泉街を、探しに来ました。ですね、ここ八幡神社、というところですね。でここも、前回というか以前にも半年前以上ですね、探しに来ましたね。マッシーさんと一緒に2人で来ましたね。だけどもやっぱり、ここも DNF をつけたんですね。探し出せなかった、見つからなかったという状態ですね。で、またここもですねどうなってるんだろうとちょっと、アプリチェックしてみたらですね、オーナーさんが、また、しっかりとメンテナンスを、していただいたみたいでですね、現在有効化になっているっていうことですね。ですんで、また、キャッシュを、探せる状態になってますんで、またリベンジをしてみたいと思います。早速探してみましょう。今お祭りの準備してるんですね。で、とりあえずキャッシュがあると思われるのが、ここかな。よし、多分この辺だと思う。よし、カメラを置いて一旦探してみましょう。よいしょ。さあサクッとね探しちゃいましょうね。あ、ちょっと砂利で膝が痛いけど土下座します。はい、サクッとねサクッと見つけちゃいましょう。人多いからない。ちょっと待ってね、ここなかった。え、ここにない。あれ、はい、簡単でしょ、簡単でしょ、簡単じゃないのかな。うん、いや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 、膝が痛い。ちょっと待って、ちゃんとアプリチェックしてみる。難易度は 2.0、 地形は 1.5、 サイズマイクロで、これね、写真を表示ってあるから写真を見ると、あれ、ここじゃないか。あ、こっちじゃない、こっちか。ん、この写真と合うところってどこだ。これとも違うよな。あ、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 なんだ、ここじゃん、ここじゃん。これがあるじゃん。よし、探しましょう。OK、 見つけました。よし、周りを確認しながら。よし、お、そんな言うほどマイクロな大きさじゃないですね。結構大きめですね。発見です。バッチリです。よし、はい、早速サインしていきます。なんか結構交換アイテムがある。取れるかな。あ、こっち取れない。お、やったね。まだまっさらな。そうですね、まだまっさらなですね。ここよし、顔にピントがいっちゃうから、まっさらなログシート、ですんで一番上のところですね、ここかな、にサインしていきたいと思います。今日は2019年10月1日、今日から消費税 10% ですね。は
はい、イーケン TFTC イエイ、やったね、 OK です、バッチリサインしました、いいやんこれ、はい、よし、じゃあ元に戻します。なんか交換アイテムちょっと車から持っていくかなね、よし、はい、交換アイテム持ってきました、出た、出ない、よし、そしたらですね、中にコインが入ってたんですけども、このコインを交換したいと思うんですけど、代わりにコインがですね、コインっていうか何かあるかな、ここ通るかどうかだよね、ここね、このくらいの大きさ、得意のこのディズニーランドでゲットしたバッジ入れたいなと思うんだけども、入んないね、じゃあ何かな、あ、このアマゾンで買ったこのゴールドのコインも入れようかなと思ったけど入んないね、あ、じゃあここでバンダイさんのバッジ入る、これね、バンダイさんのバッジ、バンダイさんの買ったバッジね、あ、これ入る、よし、これ入れていこう、はい、とりあえずですね、バンダイさんで買った、バッジですね、あとこれが中に入っていた、ここの、よし、ピンと合わない、コイン、これ多分韓国のウォンですね、100ウォンコインですね、これを交換していきます。100ウォンって換算すると多分 10円ぐらいのはずですね、確かね、チリですね、よし、じゃああとは元に戻しておきます、 OK、 これはねそんなに難易度高くないね、でもこれもう少しこれで隠しとかないと、ちょっとゴミに見えちゃうからこうしとかないとダメですね、よし、これなら OK、 あ、全然わかんない、 OK ですね、大丈夫だ、よし、はい、じゃあここからですね、初めてちょっとナレーションというものを、やってみたいと思います、まあ、これをナレーションと言えばいいんかどうかわかんないですけども、とりあえず今この声は別に撮ってるわけですね、やっぱりどうにも一人で撮影してると周りの目が気になってなかなか喋りたいことが喋れないんで、こうやって別にちょっと喋ってみてみます、見ます、噛んじゃった、さてここ福島県福島市の飯坂町なんですけども、来たる10月4日5日6日でですね、喧嘩祭りっていう祭りが行われますね、調べてみるとこの飯坂町の喧嘩祭りは、日本三大喧嘩祭りの一つに数えられているんだそうです、ぜひ皆さん一度はジオキャッシングも楽しみつつこの祭りにも、来てみてください、どうぞよろしくお願いします、じゃあこの辺で、動画を終わります、ありがとうございました。